お札の家広島県 F 市某所地元の人間なら誰もが知る有名なスポットがあるお札の家と呼ばれたその場所には名前通り無数のお札が貼られた家がある 他の噂ばかりのスポットとは違い、そこを訪れた大学の友人は、ほぼ全員が不思議な体験をしたという。普段霊感のない人にも見えるらしい。友人の話では、いやな、家の周りだけを自然に濃い霧が覆っとったんよ。 で、冗談半分で霧に塩を投げたら、いきなりブワーッと霧が裂けたんじゃ。さすがにやばすぎる思て逃げだった。どうやら異様な数の霊が集まってくる場所で、見える人によればお札に阻まれ家に入れない霊がうようよいる、とのこと。 友人のコメントは印象強くて今でも忘れられないが霊感がなくても見えたという霊感のない自分にとってはいつか行きたい魅力的なスポットだったふとした日ファミレスでの食事中にお札の家の話を切り出した もともと地元の先輩と彼女は高校時代に行ったことがあるらしかったが、怖くて車を降りれなかったらしい。他県から来ていた S は特に乗り気だった。話を出した後で少し怖くなり後悔した。が、遅かった。 いや、ほんまにやばいらしいで。そこ行って一週間寝込んだやつとか、帰り事故ったやつとか、普通におるらしい。すると S は、<S 今さら何ビビっとん。俺霊感あるし、子供の頃から普通に霊とか見ようたし、その気になりゃ、霊にもキャンキャン言わしちゃるけえね。 自分は内心、こいつバカだなぁ、と思っていたが、本当に危ない霊がいたらすぐに教える。お前を先に逃がす。と言われ、普段から怖いもの知らずで気が強い S が同伴するということもあり、お札の家に行くことを承諾してしまった。時刻はだいたい、 二十三時を回ったくらい。心霊スポットに来るには早い時間だったが、お札の家に続く林道は重々しく、暗いというだけで雰囲気があった。車から降り、うーわ、やっぱやめといた方がええんと違うなどとはしゃいでいたが、 先輩カップルが車から降りてこない。どうしたんすかいや、R が気分悪いから無理やって。俺も残るわ。えせっかく来たんすから見るだけ見に行きましょうよ。いやいや、ほんまにええわ。お前ら二人で行ってき。何ビビってんすか 礼なら俺に任しといてくださいよ。うるしゃーはお前。R が気分悪い言うとろうが。調子に乗んな。半分喧嘩になりかけたので、慌てて S と先輩を止めに入り、しぶしぶ二人きりで行くことになった。ああ、もうなんなん 絶対あの二人車の中でエロいことする気やで。こんなところでそれはないじゃろてかお前先輩に態度でかすぎ。戻ったら思いっきり窓ガラス叩いて脅かしちゃろうで。はぁ、あ。呆れて言葉もなかったが、急に視界に飛び込んできたバリケードに驚き、立ち止まってしまった。 の、<laughs> こっからが本番ちゅうことが。ここから先、〇〇市保有地区により立ち入り禁止。有刺鉄線まで使われた厳重なバリケードだった。乗り越えることができなかったので、一度林にそれて、 有刺鉄線が途切れたところで乗り越え、また道に戻り、先に進んでいった。今考えると、あのバリケードを越えた瞬間、急に寒くなった気もするし、そんなことはなかったような気もする。とにかく空気が変わったってことは自分にも分かった。 しまい無言で歩く自分。裏腹に S はやたらキョロキョロし。あそこにおるな。おお、あっちにもおるで。と、相変わらずはしゃいでいた。ところで、お札の家にはダミーがある。ということを、 前々から聞いていた。学校の友人の話では、あんな、林道を進むと、まず一軒の白い家にぶつかるんじゃ。でもその家は放置されたほんまに普通の民家じゃけ。その家の横に、上り坂になった獣道があるけ。 そこを登らんとお札の家にはたどり着けん。たまにその普通の民家をお札の家と勘違いして、そのまま帰ってくるやつとかおるけえの。そして、そのダミーの家は本当にあった。S にダミーの家の話はしてあったので、 二人とも落ち着いて家の横の獣道を目指した。そこでエスが、ちょう、待て、タバコに火つけるけ、と立ち止まった。なかなか火がつかない。ぼーっと白い家を眺めていた自分は、 ここもなかなか雰囲気あるなぁ、と白い家に近づいた。なぜかその普通の民家も周りをチェーンで仕切られていた。特に何も感じずチェーンをくぐろうとすると、M! <S と S に呼び止められた。 驚いて振り向くと S がタバコをくわえたまま目を見開いてこっちを見ている。何事か訳がわからず動けないでいた自分だが S の視線が自分ではなく自分の背後に向けられていると気づいたとき全身に鳥肌が立った。 背筋が凍るように冷たくなったのは生まれて初めてのことだった。すぐに S に向かって走り出したいが、どうにも足が動かない。完全にパニックになっていた。それを察してかは知らないが、突然 S が、<S うわぁ と、バカでかいおたけびをあげ、元来た道へ走り出した。その大声に助けられ、自分も我に返って、全力で駆け出した。林道がやけに長く感じ、絶望的な恐怖感があったが、後ろを振り返ってはいけない。って、まさに今の。 こういう状況のことを言うのだろうな、という考えが頭をよぎったのを覚えている。ようやく林道を抜け、一般道に飛び出し、すごい勢いで車に乗り込んだ。車に乗り込むと、ただならぬ様子を察知した先輩が聞いてきた。 どうしたんだお前ら。何があった自分はガタガタと震えが止まらず、まともに答えることができず。とにかく、早く車出してください。お願いします。すいません。お願いします。その場所から離れたい一心で、それしか言えなかった。 怯え方が尋常ではなかったので、先輩もからかったりせず、車を急発進させた。しばらく無言のドライブが続き、先輩の彼女のすすり泣く声が聞こえるだけだった。すると不意に背中を強く、バンバンと叩かれた。 驚いて横を見ると、満面の笑みを浮かべた S の顔があった。楽しんでもらえた。その一言で全てを理解した。正直、S を殴り倒したかったが、怒り以上に安堵感、解放感が溢れてきて、 一気に体中の力が抜けた。先輩も状況を飲み込んだらしく、エース、お前なあと、ミラー越しにエスを睨みつけていた。こいつは最悪だ。こいつとだけは二度と、心霊スポットには近づかない。 はぁ、あ、でも、よかった。先輩も同じ気持ちだったのだろう。普段怒りっぽい性格だが、S を責めることはあまりせず、彼女を慰めていた。落ち着きを取り戻した車内は一気に明るくなり、 S, S があの時の状況を再現するなどして街に戻る頃には元のテンションではしゃいでいたちょうどコンビニに差し掛かり先輩が飲み物を買うかと言ったその時だったドン車の屋根から 大きな音がして、車内が揺れた。先輩はとっさに急ブレーキを踏んでしまい、後続の車からクラクションが鳴り響いた。え、何、今の何なんとりあえずコンビニ入ろ。後ろの車に迷惑だし。 自分にも何が何だかさっぱりだった鳥かなんかかなでもありえるかそんなこと考えてるうちに車はコンビニに入った急いで車から降り屋根を確認するがへこんでいる様子はない 携帯のライトで照らしても傷がついたような跡は見当たらなかった。おかしいなあ絶対なんか落ちてきたよななあ何が起きたのか全く見当がつかず、車の周りや近くの道路をうろうろしていたら S が降りてきていないことに気づいた。 車に戻り、S に、どうしたと聞くが、返事がない。うつむいて、少し、震えている気がした。変な胸騒ぎがして、強めに肩をゆすって、おい、どうしたんなあ、おい。と叫んだ。 すると S は、しゃがれた声で、ついてきとる、と呟いた。S の一言に、自分は正気を失った。ついてきとるってなんなんお前、あれ嘘だったんと違うんか S, S は青ざめて震えている。先輩の彼女も泣き出してしまった。とりあえず落ち着こうということで、コンビニで温かい飲み物を買って与え、少しずつ話してもらった。鼻っからやばかったんじゃ、あの場所は。 バリケードあったじゃろ。あれわざわざ林の奥まで逸れたのは有刺鉄線があったからじゃなくて、バリケードのすぐ向こうに人が立っとったからなんよ。お前には見えてなかったみたいだから何も言えんかったけど、あそこで行くのやめようって言ったらクソかっこ悪いやん。バリケードを越えても霊はうじゃうじゃおったよ。 林の中や林道に立ってた。でも俺らには何の興味もなさそうに見えたから、なんとか平気なふりができたんよ。ダミーの家に着いたとき、そこにはほんまに霊はおらんかった。やっと安心してタバコ吸おう思ったんじゃ。で、 火つけよる間に、お前がどっか行くから、お前の方を見たら、おったんじゃ。髪の長い女が、チェーンくぐろうとしてるお前を見下ろしとった。とっさにお前呼んで逃げようとしたけど、遅かった。お前が振り向いた時には、その女が、お前の背中に抱きついとった。 その後、S のアパートに戻った自分たちは、飲む予定で買っておいた酒も飲まず、すぐ寝てしまった。ビクビクして寝るどころじゃないと感じていたが、不思議とすぐに意識が飛んだ気がする。次に意識が戻った時、洗面所の方から、 と何かを吐く声が聞こえた急いで洗面所に向かうと S が便器にうずくまって吐いていた大丈夫か S しっかり S 叫びながら夢中で背中を何度もさすった。でも、便器の中を覗いて凍りついた。S は血を吐いていた。飛びそうになる意識を必死で保ち、狂ったように S の背中を叩きまくった。 この野郎ふざけんなこの野郎泣きながらひたすら S の背中を叩き続けた。寝るために薄暗い豆電球にした部屋の電灯が風もないのにゆらゆらと揺れていたのを鮮明に覚えている。 どのぐらい時間が経ったのかはわからないが、呼んでおいた救急車が到着し、運ばれる S と共に救急車に乗り込み、病院に向かった。すでに S に意識はなかったが、俺の服を掴んで話さなかった。S が救急病院にて治療を受けた後、 医者から説明を受けた。S は生体を損傷しているとのことだった。ただめちゃくちゃに叫んだ程度ではそうならないというわけで事情を聞かれたが、俺は答えることができなかった。 翌日から別の病院に入院し、俺は毎日のように見舞いに行ったが、生体治療のため S は話せなかった。紙に文字を書いての会話となったが、虚しく、そして悲しくて、あまり多くの会話はできなかった。もちろん、 あの夜のことなどは聞けない。しばらくそんな感じで過ぎていき、もうじき退院というある日、見舞いに行くと S がいなかった。聞けば、昨日退院したということらしかった。連絡ぐらいよこせよ、と思いつつ、 S, S に退院おめでとうのメールを送った。すると、ポストマスターからメールが返ってきた。S はメアドを変えていた。嫌な予感がして、慌てて電話するが、番号自体も変えていた。 とにかく大学に来るのを待つしかないと思ったが S は来なかった嫌な予感は的中した S は大学を辞めていた総務課で実家の番号を調べてほしいと頼んだが辞めた生徒の電話番号を勝手に教えることはできない とのこと。のこ完全に連絡を取る手段が途絶えたその後約2年間俺が大学在学中に S に会うことはなかった後日談になるが最近 S, S と再会したきっかけは同じサークル内の後輩が S と同じ地元だと分かってからだった後輩に無理言って先々週の土日を使って S の地元に案内してもらった中学までよく S, S と遊んだというその後輩は S の自宅も知っており少々強引かと思ったが前々から S が気になってしょうがない俺は S の自宅を訪れた。するとほがらかな感じで背の低い活発そうな S の母親が出てきた。 事情を説明すると驚いていたが、すぐに S を呼んでくれた。玄関に S が出てきた。髪を坊主にしていた。突然の訪問に目を丸くしていたが、ひょうと苦笑いしながら、 罰の悪そうな声を出した。本当に久しぶりに S の元気そうな姿を見て、俺は泣きそうになった。部屋にあげてもらい、色い々ろいろと話を聞くことにした。妙に緊張して、よそよそしい会話だったが、 S, S は次のように答えてくれた。まず、あの夜、何が起こったか。爆睡する自分の横で、ひたすら眠れなかった S。眠れなかった。というか、S は、あえて眠らなかった。 朝まで絶対に気を緩めまいと固く心に誓ったらしい。そして深夜、寒くなった S は布団を取りに押し入れを開けた。するとそこにあの女がいた。S がリアクションを取る間もなくその女は S に重なった。 そこからの意識は飛び飛びだったという。気づくと便器に向けてうげえうげえと吐いていて、本能的に異物を吐き出そうとしたんかな、と語っていた。しかし出てくるのは血ばかり。 自分はここで死ぬかもしれないと覚悟したらしい。もう箱という意識とは関係なく口から血が溢れてくる。俺が背中叩いたり名前を呼び続けたのも覚えていないそうだ。 そして次に、なぜ突然退院したのか、連絡手段を途絶えさせたのか。病院の医師曰く、旗違い、とのことらしかった。整体はほぼ完全に治っており、なおも声が出ないのは S の意識の問題、精神面での傷。 つまり、うちの管轄外ですよと宣告されたそうだ。S の母親はクリニックに通いつつの学業復帰を進めたが、S は退院後、大学を辞めて実家に帰ると訴えた。何と言われようが、絶対に折れなかったらしい。 その後、両親に迎えに来てもらい、S は実家に帰った。半分、狂いかけとったな。でもどうしても、病院やクリニックで、なんとかなるとは思わんかった。女は、毎日、夢に出てきた。 以前にはなかった無遊病の癖もついていたそうだ。状況が悪くなる前に神社か寺で払ってもらい田舎で静かに暮らそうと考えていたらしい。連絡手段を途絶えさせたのにはただ心配させたくなかったとだけ答えたが、俺は S, S がすべてを忘れたかったんじゃないかと考えている次にあの女はどうなったのか実家に戻る前に両親にすべてを打ち明けていた S は両親同伴のもと地元にある大きな寺を訪れた 驚くことに、寺に着くなり、S は住職により、本堂に案内され、ここで全てを打ち明けなさい、と言われた。声の出せない S は、紙とペンで全てを打ち明けようとした。しかし突然、途中でペンが止まった。 あれだけ意識がはっきりしているときに、しかも呼吸ができないほどの悲しばりにあったのは初めてだったという。突然 S が苦しみだしたので、住職たちは大急ぎでお祓いを始めたらしい。しかし、目の前が真っ暗になり、数人のバタバタという足音、 お経や金属音をしばらく聞いてぷつりと意識を失ったらしい次に目を覚ますと寺の客間の布団の上で住職と両親がそばにいたそして住職が話してくれた特に強い 怨念を残した例で、付き方が普通ではなかった。内側から侵食しており、S はもう少し遅ければ、本当に危なかった、とのこと。住職は、なかなか出ていかないので、こんなものを使いました、と、木造の仏様を見せてきた。 身代わりの効果があるらしく、簡素な作りの人形だったが、S にはとても神々しく見えた、という。S が声を失ったのにも意味があるらしかった。声には力があるらしく、霊が媒体を支配する際にその力を奪う。 というのはよくあることらしい言霊と霊は密接に関係しているそうだお祓いが済んでもまだ声を出せない様子の S を見て両親は心配したが住職いわくもう大丈夫栄養をとって 数日落ち着いていれば声も出るでしょう。とのこと。実際一週間ほどで徐々に声は回復し、以前通りの生活を過ごせるようになった。その後しばらくして S は派遣業者に勤め、無事に今まで過ごしてきた。とのこと。 以上、これが自分の体験のすべてです。S はお祓いの後、あの女はおろか、一度も霊を見ることがなく、霊感をなくしてしまった、と語っていました。身代わりの仏様に、そういう力ごと封印されたのでしょうか。 まあ、とにかく、本当に危ない心霊スポットには、遊び半分じゃなくても、近づくもんじゃない、ってことですね。我々にそういう異界のものをどうにかできる力なんて、ありゃしないんだと思い知らされました。